はい、どうも皆さん、こんにちは、ミザです。本日はこちらのゼノイフリートの刀が、結構強いんじゃないのっていうことで話題になってたんで、僕の中で話題になったんで、ちょっとそれを使ってみた感想とかを語っていければなというふうに思います。よろしくお願いいたします。でこちらの方ですね、単純な効果としては奥義効果が味方全体の攻撃アップ、ダメージ上限アップで、第2スキルが非ダメージ時、ターン終了時、敵全体に非属性ダメージを与えるっていうような感じで、ダメージを食らった際にダメージを返りますよっていう、言葉言ったらあれかもしれないですけど、火ダメカウンターが常時発動していますよみたいな感じの状況に主人公だけがなるっていうような感じなんですよね。なんで、ここら辺は見たまんまの性能をしてるんだけど、さらにその先、こちらの方ね、剣聖だと、ザ・グローリーだとすっごい強いらしいんですよ。なんでちょっとそこら辺も、加味した感想っていうのを語りますわ。で、まずはこちらの剣聖の効果なんですけれども、一槍、剣心解放を行うことによって発動する効果が、防御ダウンなんですよ。防御ダウン、片面 25%。おい。つまり、これとミゼラブルミストを合わせると、防御力が加減に行くんですよね。もうこれですでに、今までゼノイフォードを使ってたベルセルクとかの、やっぱすごい長所だった部分。やっぱり非属性のデバッファーって弱くはないんだけど、デバッファーに枠を割くみたいな感じでは、今の環境だとない感じだったじゃないですか。それがやっぱネックになってたんですけど、そのネックをまず解消した。ベルセルクと同じように扱えますよっていうのが、ちょっとこのグローリーの強いところ。で、こちら、ちょっと殴ってみましょうか。で、スナグリの、通常で殴った時に剣気を消費した効果は、追撃。これ。すごいっしょ。まず追撃なんですよ。で、これが第2スキルの効果ですね。第2スキルの効果により相手にダメージを返すっていうようなアビリティが毎回発動します。で、非ダメージを使った時に防御時発動効果っていうのがあるじゃないですか、剣聖は。自分の剣気を消費して、特殊な効果を発動しますよっていうような状況なんだけど、それが、効果時間中自分の攻撃が累積でアップするっていうような状態なんですよ。で、この累積が別枠らしいです。別枠で乗算されていって火力が上がっていくらしい。ちょっと殴ってみましょうか。これ今何歩ぐらい繋ぐ ?36万じゃないですか。で、非ダメージ。ちなみにここのダメージも上がっていきます。アビリティダメージもどんどん上がっていく。36万1000。はい。82万。はい、いきます。36万が40万、38万。ダメージを食らうたびに攻撃力がバン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 と伸びていくというような。で、奥義を使うことによりダメージ上限はさらに加速すると。ボン。これで攻撃力アップとダメージ上限がアップ。で、ダメージを返して100万。これ強くないですか ?50 万。スナグリのダメージがもう50万になったんですよ。奥義効果は通常後陣枠にかかる攻撃力アップみたいです。じゃあちょっと今回は最後にティアマとマグナをソロすることによって、こちらの武器性能の強さっていうのを、確認してみて終わっていきたいなというふうに思います。いや、でもこれは正直マジで、ダメージが集中する環境なら強いと思いますよ。一浴びで防御ダウンを入れて、で、デバフを入れますと。デバフを入れて、ここ何でもいいんですけど、追撃効果、自分に追撃効果と、上げていくと。ループレックスで火力を、追撃で効果上げて、これ火ダメカウンターです。ここのアビリティと相性いいですね。この釘打ち、残、釘、対、鉄。こちらのやつとすごい相性がいい。火ダメカウンター系が相性がいいですね。火ダメージを受けながらもカウンターする感じになってるから、その分、攻撃力も上げつつカウンターもすることができる。つまりここでダメージを2回返して、灼熱点の憤怒が発動するから、これだけでもう、ボン、ボンなんですよ。ダメを食らった後にドーンって返すことができるんですよね。だから結構相性がいいかなっていう風に思いました。これ、どんどんダメージがアップしていて、非ダメージが集中していく環境であれば、もう加速度的に、この追加で100万ダメージが毎回発生する状態が発生するというような考え方でも問題がないわけですよね。
だから前回の土有利古戦場でも、まあ、皆さんご存知かわかんないんですけど、トップの層の人ってカオスルーダーで人狂編を持ってたんですよね。まあ、人狂編っていうのはブローディアのリミテッド武器なんですけれども、奥義効果にアビリティダメージを与える状態っていうのを付与するっていう効果がついてて、まあ、そこら辺があって、まあ、あの追撃ダメージを毎回与えることができますよみたいな、メリットがね、うん、あったんですよね。だからそういうような効果を考えると、例えば古戦場であったりとかであれば、こちらの極まりし劣化の太刀剣制っていうのは、あの十分採用の可能性がある、値する、武器なんじゃねえかなっていうふうに思いました。ただネックとしてはね、ネックとしてはやっぱり連撃が稼げない、連続攻撃が稼げないっていうところはありますから、そういうところを考えるとですね、こちらの、極まりし劣化の太刀と相性がいいのは、個人的にはだけどベネディア、うん、割とベネディアの相性が良いんじゃないかなっていうふうに思ってて、オメガプラスベネディアみたいな感じで使えば、結構採用の価値、まあ、オメガ武器入れるの忘れてたわ。なの、っていうのはあるんじゃねえかなっていうふうに思いましたね。まあ、あと、多分これアビリティダメージ扱いになってると思うんで、もしかしたらアビリティダメージのオメガ、第2スキルがアビリティダメージ上限アップのオメガとかも、採用の可能性とかもあると思うんで、こちらの極まりし劣化の太刀、僕はすごい面白い武器だなっていうふうに思いました。いつかね、なんかあった時、こちらの武器を使うかもしれないんで、まあ、少なくとも、まあ、皆さんおそらく作ろうとしてるとは思うんですけれども、4突1本あると、いつか非有利古戦場で輝くかもしれない。通常攻撃が常に全体攻撃とかであれば、まあ、キャラクターがいたとしても、ここにキャラクターがいても、今のような状況が、再現できるわけですので、うん。なんでね、こちらの方、強いなと思いました。ということで、僕の感想でした。またお会いしましょう。さよなら。バイ。